ちょたかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、やってまいりました、トレクルでございます。この試合ラオジ決勝戦まで来ました。挑みたいと思います。お願いします。はい、今回こちらのジンベイパーでいきたいと思います。全力でございます。ただね、ちょっと怖いのがサイ、こちらのサイさんでございます。ただうまく使えればめっちゃ強いと思う。2ターンの間、体力が3段階で打突と格闘タイプのキャラの攻撃を大きくする。これが2ターン 1.75 倍なんだよね。確か 20% 以下ぐらいだと。そこで 20% 以下でちゃんと発動できるからなんですよ。ただ23ターンで今本来てるのでね、なんとかちょっと落とさなきゃって言ってますけど、勝てっかな。ジンベイでございます、私のジンベイで、千両さん解放があと1 もうちょい、もうちょいです。マルコさんもこの間のコロシアムの人で、マルコさんもギリギリ頑張ったんだけど、ちょっと1だけ間に合わなかった。でウソップさん、ウソップさん理想は4回で使ったやつを全もう一回ため直したい。全員解放こんな感じです。いける。あ、サニーゴになってる。ちょっと待って、サニーゴじゃない、サニーゴじゃない、ごめん、モビーです、モビー。早く太陽の船手に入れないとな。ちょっと近々取れます。ちょっとね、まとまった時間ある時にやりめたいと思いますので、ちょっと待っててね。モビーでいける？ちょっとわかんないけど行ってみたいと思います。お願いします。初見です。オッケー。まずはドンチンジャオを全力で倒す。ドンチンジャオが復活してからウソップ使ってなんとか4ターンぐらいで倒して、いや、いけっかな、ちょっとわかんない。行きます。わあ、そういう感じ。でも貯めた方がいいよね、最初にね。いや、サイが22ターンはちょっと、いやー重いな。とりあえず肉出しまくろう。はい、この人、この人だけ倒そう。そんで倒せる？ちょっと待って。しっかりしっかり。よしよしよし。ね、もう一人倒しようか。オッケー。まあ、ウソップがいるから、ターンは貯めれるでしょう。で、マイター回復が500しかついてないから、不安ですね。これ1000だったらな。ただ、サイがまだ全然解放できてないから、マイター 2700？ そういう感じで、あんまり食らいすぎない方がいいか。いや、サイの使いどこだよな。ただ、チンジャオがそもそも遅延効かなかったら、もう、パーティー変えてこないといけないから、まあ、やるだけやってみましょう。まあ、初見チャレンジってことで。勝てるかもしれないからね。サイの使いどこ次第では勝てそう。それによってはコアラに変えてもう一回来るか、そもそも遅延のウソップが連れてきた方がいいのかとか、わかんねえな。まあ、ここでちょっと食べれるだけ食べてみようか。最初だしね。もうみんなクリアした？難しいよね、これ全部ね。私も最近ジンベイパー一本だよりっていう。いや、ジンベイやっぱ強いね。たださ、サボを昨日来てたね。サボ決戦、サボね、サボ俺なんか勝てなくて全然。ああいう、あの白ひげ用にするとね、襲来白ひげ用にすると全然勝てなくて、そう、全然回れなかった。なんか白ひげのためにそれを考慮してパーティー組むとすると絶対サボ勝てないっていう。それで結局スタミナ使い切っちゃって、時間も使い切っちゃって、あはははっつって、結局サボ全然回れなかった、昨日。くそー、サボだけに集中すればよかったね。ちょっと2頭得るものなんちゃらですよ。2頭得るもの2頭、2頭得るもの1頭得ず、危ねそこギリギリってなんで。いやー、もうこれくらいないか。もういっとこうか。でもまだ最12ターン。よし、これでちょっとまあスロット残しつつ、はい、OK。いやー、ちょっと昨日サブ回らなかったのちょっと痛いな。まあ行きましょう。てか、ムチムキムキ女性人たちがいっぱいいるな。ムキムキツツゴちゃんたちですね、これは。食らわない方がいいでしょ、この人たちはね。なんかパワーあるイメージあるから。で、なんか中途半端に残すと強いよね、確かに。やばい、ちょっと通常の話聞いてた今、やばい。ああ、ほら、それを危惧していた。ああ、やばい。ああ、全然やばくない。全然やばくねえじゃん。なんだよ、指ってそうしたわ。解放ついてるもん、問題ないパターンだね。まあ、ここ亀で稼いで、あれ、次も落ちんじゃお。いやいや、ここまだ2面でしょ。2面2面あ、まだ大丈夫だ。 OK、 はい。まあ、この人たちは食らわずに、うん、食らわずに行きたい。よし、お肉が出てほしいな。お肉出てほしいな、できれば。うわー、でもやっぱ毎ターン回復せんないとしんどいね。はい、オッケー。いやー、どうなるだろう、これ。とりあえずチンジャを起こしてラオジーまで行きたいね。あー、いいね、肉。ただでもそういう感じね。亀だからお肉今やっちゃうともったいないから、突破するぐらいの時にちょっと取ろう。
よし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 、ここはひとまずもう一回いけるかな、もう一回いけるかな、もう一回いけるかな、いけるいける OK。 もう次で多分突破しちゃうので2個取ります。はい、よし、いいよいいよ、順調順調、サイもたまるね、 OK。 あ、なんか何もない、何もない、後ろ腕組くんたち何もないね。え、陳情強いよね、確か1万ぐらいクラッシュしてたよね。うわ、ちょ、俺水曜にクリアしてたからもう忘れちゃった、陳情何やってきたか。まあいいか、ここはまあ普通にターン通り稼いで、うん、行きましょう。はい、マルコの使い時もだよな、ちょっともう一回食べれるかな、マルコとサイ、サイは絶対食べらんないと思うんだよね、俺23ターンは、さすがに。ラオジーはなんか攻撃力高いイメージがあるから、キャラ的に。いやー、あ、あ、もう一体くらいやっとけよかった、まあいいや。なんです、あー、そういうタイプでした、この人たち、忘れてました。腕組みながらも一つ技をリバースです、この人たち、覚えておいてください。はい、いきます。いやー、めんどくさ、この人やられた、忘れてた、そうだ、この人たち、そうだ、で、陳情でしょ、はいはいはい、あー、頭黒尖りすぎだろ、頭。よし、で、半分以下したらちょっとやばかったんだよね、確かね。だから、2回くらい食らえんのか、2回食らえて2ターン、2ターン、2回食らえて最後ドーンだよね。いや待って、これちょっとやばいかな、ジンベイとかもう、うん、いやー、まあ、まあ初見だからやってみるしかないか。生き返ってから遅延を使いたいんですよね、できれば。だから最初のうちに全員使っておいて、ただサイを使うかマジ悩む。いや、ここ普通にとりあえず攻撃してみよう。はい、あ、でもいけそうだね、この感じ。うわ、なんだなんだなんだ、びっくりしたびっくりした、急に切れた急に切れた。この感じだとサイ使わなくてもいけるね、多分2ターンあれば、ジンベイと、あ、いけると思うのでかけよう、サイはもう取っとく。はい、言います。だって2倍2倍2倍でこんだけ食らせられるんだ。あ、9000、 OKOKOK、 あ、いける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 、ここはいけるわ、いけるいける、半分以下にしないようにして、はい、いきます。で、肉は取りつつめっちゃ咳しとるよ、横でめっちゃ咳しとるよ、大丈夫大丈夫ね急にゴボゴボやめていきます。そうだね、半分以下にしないようにちょっと体力調整しつつ、できればジンベイ1体もう使わないぐらいの欲張りでいきます。はい、で、9000しか食らんねえから、で、2ターンかけて倒しきれる。あ、いけるいける、で、かあ、いける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 よ、半分以下しないで、半分以下確かやばいんだよね、おだよね、確か。で、もう一回食らえる、なんならもうスロット調整しよう、今ここ一回食らいます、もう一回食らえんの、9000でしょ、もう一回は食らえません、ここで食らいます、一回食らいます、2ターンで倒しきります、ジンベイを取っていくのであればスロット調整したいと思います。はいはい、いきます。まあセニョールは別に自分で変えれる、だからマルコは絶対変えてった方がいいね、 OK、 分かりました。まあ、でも半分ギリギリは狙いたい、全然狙えるやん、全然狙えるやん、ミスったね、全然全然ミス、あ、でも全然ちょうどいいちょうどいい、全然何がミス何がミス、全然むしろぴったり、よし、スロットいい感じで来てください、うん、全然来ないわあ、まあジンベイ使うしかないか、で、2ターンで倒しきる、サイは使わずに、サイ使わずいける、スロット揃って、でも 2.75 倍セニョールでアップ、いけます、ハミです、いきます。あ、やべえ、フレンドの方の方が多分早かった気がする、うわー、ミスった、俺の方使っちゃった、まあいいや、いきます。セニョール、はい、ここでむしろここで倒しきれるんだったらもうそれはバンバンザ、肉は念のため取っておこうか、毎ターン回復も入れたら次のなんか いけるかもしれない、一応取っておきます。で、こうこうこう、うん、ポッ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 、あ、一緒ですね、セニョールさんのご上ですよね、はいはい、わかりました、いきます、念のため取ります、一旦でいけるか、一旦でいけるね、一旦でいけるやん、一旦
ん全然。よかったよかった。よし。で、怒ります。あ、怒るんだっけ？なんだっけ？あーはあそうだった。はあ。あ、全然ウソップ。そのためのウソップ。落ち着け。落ち着いてけ、勝てるから。大丈夫だから。よしよしよし。これで4体返って倒しきる。大丈夫です。2ターン。うん。最後2ターンはセミュール回復します。ドンチンちゃんはとりあえず突破できそうだね。最後使わずに。これいけんじゃない、初見。ラオジ見てねえのに何を調子乗ってんだラオジ見てから言え、そういうことは。いきます。いけてほしいな。でもいけるね、いけるね、いける、いける。オッケー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 、いけるよ。ただサイの発動が次が問題なんだよね。理想は 20% でサイ使ってマルコ使っても 1.75 倍。そこなんだよ、今思ったけど。マルコで回復しちゃったらもう 1.75 倍じゃなくなるよんだったパターンだったらやばいよんなんですよね。イエス。まあ3段階でしっかり。全然いけるやん、これ完璧やん。ここは完璧やん。あと2ターンしっかり、ジンベエとセニョールを貯めるという意味でも2ターンをかけましょう。やりすぎない、やりすぎない。あれ割り込みないよね、この人。え、割り込みある？割り込みあったっけ、弱らしたら。ないよね。ない。よし、ナイス。ない。おい、サイのステージも、ステージじゃない、ソートも。何サイのステージって。よし来ました、初見でとりあえずラオジまで来れた。さあ来たよ、ここだよ問題は。サイのラオジーいやいや待って、焦点仕掛けてるよ。おこがましいのジー。何何何、忙しい。ジーになる。武器を使うのがっかりのジー。何それ。忙しい忙しい忙しい。あ、しかもグッドの G がついてるグッドワリアついてるやん。え、なにこれ、何食らわしてくる。ウソップ封じられたやん。しかでも遅延は効くね。だから後半遅延は OK でしょ。で、怖いのは半分以下にすることぐらいだよね。いや待って、今マルコ使った方がいいかな。今マルコか後マルコかで悩んでます僕。今マルコ、今マルコ、後マルコの方がお得。ただうわラオジー分かんねえ、ラオジー分かんねえよ。1万ぐらい暮らしてきそうだな。うわーこれちょっと、うわてか1万暮らしてきたらどのみち耐久できないよね。いやまあでもこれ一旦かけよう、一旦かけよう。また来ればいいから、また来ればいいから。ちょっとどんぐらい暮らしてくるのか見ます、一旦。はい、で、削りつつ、一体食らいます。マルコ使います。ちょっとずつ削ります。半分ぐらいになります。サイを使います。サイは 1.5 倍だけど、体力半分ぐらいだとできれば 20% ぐらいも耐えたい。いやちょっとやってみやってみやってみ、もうここはかけます。やめて、1万以上食らしてこないでお願いします。はい、グッド出します。グッドグッドグッド出して、グッド。あれ意外と、待って、やめてやめて、ほんとやめて、待って待って待って、おおおおよかった、5000だ。あ、なになに、おかがましいの G、 毎ターンの G、 これ毎ターンの G、 毎ターンの G なの。あ、まあでもジンベイだから関係ない。今何だった、待って待って、何だった今、やべ覚えてね。6000ぐらいだったよね。もう一回だ、え、全然これ勝てる、これ勝てる、これ勝てる。しっかりいこう、しっかりいこう、しっかりいこう。ちゃんと大丈夫、ちょっと待って、容量大丈夫。今ちょっとこう一瞬怖くなっちゃった。これいける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 、いけるよ、いけるいける、全然いける。 OK、 頑張りましょう、頑張りましょう。わかんない、他に何かやってくるんだったら無理だけど。よし、あ、これいけるぞ、毎ターンの G。 よし、あ、やっぱ毎ターンの G だ。他何かやってこないのかな。あ、やってこない。これは勝ったんじゃないですか。全回復して耐えて、ちょっと半分以下が怖いけど、来たね、これ、これ来たっしょ。むしろなんならマルコ使わなくてもね、うまくいけば周回するときだったら、今のところでサイ使ってもいいかもね。ただ今は怖いのでそのまま行ってみます。いけるね。いやでも待って、半分以下だよね、やるとしたらね。やめて、70%以下とかそういう中途半端なことは しません、ラオジーは。はい、僕はそう思います。やめてよ、これいけるね。だってやめて、あ、なに、うわ待って、なにそれ、
それ聞いてない聞いてない聞いてない、それは目の疲れ。うわ何それ、うわそういうこともやるんか。それは何、3単語それとも 70% 以下とか。こっから毎ターン今のやってくんのかな。うわじゃあ勝てんやん、じゃあ勝てんやん、じゃあ調子乗りましたよ、私は調子乗ってましたよ今。セニョールたまんねえし、うわマジか今の何、もう一回やってくんのかな。とりあえずやってみよう。多分半減、体力半減のパターンか。毎ターンやってくんのかなあれ、やめて。あやってこない、2ターンか3ターンに1度ぐらいか。でこれ G、 次やられたとしたら、次やられてもまだ耐えれるね、ここでやられても耐えれますね。はい、だから攻撃します。ただ半分以下にするのはすごい怖い、半分以下にはしません。これ勝てねえか。あウソップ使えるやん。来た来た来た、半分以下にはしないで、半分以下にはしないで、よしよしよし、怖い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 、よしやめて、普通の攻撃でしょ、はい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 。で G にする。あれさっきのファーになってた、目の疲れファーになってた、目の疲れがファーンだったパターンはもう負けファン。まあこれもウソップ使って叩いていくしかないよね、だってね、もうね。これ2割以下か、2割以下つまり最今使えば 1.75 倍が2ターンです。勝てます、かけます、もうここに。はい、遅延が効いて割り込んでこないことにかけましょう。はい、言います。あ2ターンなのであれば今 G、いや、いやここに書きは分かんないから、初見だからもう全部フルパワーでいった方がいいでしょ。はい、ジンベ使っちゃいますもん。で、サイも使っちゃいます。俺サイ使うの初めてだ、知ってた。え、大丈夫だよ、条件。え、嘘、あ、打突タイプか、打突はいないんで大丈夫です。はい、よし、これちょっと見よう、このサイっていうのが少ない、それでちょっとそれでしましょう。じゃあ、ラオジーにね、ラオジーにサイで勝つっていう、いきます。ここでもしかしたら決められるんじゃないですか、うまくいけば。いきましょう。はい、いけそう、いけない、全然いけんやん。やばい、やめて、何ですか、それ怖い、すごい怖い、それはすごい怖いよ。ただの G、ただの G。 これ勝ったべ、これ勝った勝った勝った、よしよしよし、しっかりしっかりグッと、しっかりグッと、よしよし、割り込まない割り込まない割り込まないの G、 割り込まないの G、 割り込まないには G ないけど G、 割り込まないの G、 よし、これは勝てましたね。もうセニョール使ってもいいんじゃないですかこれね。セニョール別に今使ってバトル使っても一緒だから今使います。はい、来たよ、来た来た来た。で、セニョールが最後ですかね、いば、あ、いや全然サイが最後だ、全然サイが最後。はい、うん、サイで決めたかった。やったー、勝てました。いや、ラオジーにサイで勝てたからちょっと嬉しいです、個人的には。なんとか初見でクリアしました、よかったね。え、っていうか、あ、でも今のパターンが一番いいのか、結構良かったんじゃない、これは。ナイス読みでした、我ながらね、自分で言うのもなんかあれですけど、我ながら。どうやってね。さあ、やりました、やったやった。あれ、なんか称号とかあるんだっけ。ってか、ラオジー見たい、まだちゃんと僕本見てないんで。はい、来ました、もっと頑張れの G。 ラオジーどうなの、腰痛の構え、目の疲れ、あ、やべやべ、ちょっと、はいはい、早い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 、ちょっと待って、ジンパイ、ちょっと早い早い早い、最初から見せて、最初から見せて、早く早く早い早い。え、なんか G に、G スローに変換する。はい、一名全員の心地肉レンスロットを G に変換して、 G に変換して、一旦固定、そのターン内一名全員パーフェクト攻撃成功で、次のターン G スロットを持続性スロットに変換するの G。 これはどうなんでしょうか。ちょっと今これしっかり見たわけ。え、でも G に変換して次のターンでやっと G スローってこと、 G スローにするのに2ターンかかるよってこと、ちょっと微妙じゃないって、わかんないわかんない、ちょっと僕ちょっと下手くそなんで、それわかんないですけど教えてください。はい、
そんな感じでございました。なんとかね、プレイすることができました。はい、今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。他の関連動画もぜひ見てね。明日も楽しもう。またね。いいんかい。いや、もうわかんねえわ、もうなんだそれ。はい、ここ初だ、ここから初だよ、こっからだよ、はい。